はい、皆さんこんにちは、ワナリグルビッシュです。では今回は、提督の決断法パープギーと日本プレイ、空母は禁止プレイやっていきたいと思います。前回苦しみながらですね、この南太平洋、さらには、この中部太平洋を取って、マーシャル沖を、まあ、言ってみれば、孤立させることができる状態にできたので、マーシャル沖を攻略した後、ミッドウェイを取ってハワイ攻略という流れを作っていきたいと思います。で、すでに傷ついた艦隊の再編と毒入りは、指示を出してありますので、まずはターンを進めていきましょう。で、潜水艦が新たに10隻ほどできてますね。で、中部太平洋を攻略したので、臨時予算6000で、さらに、おー、田中さんが、召喚に、アップしてます。これ嬉しいね。さあ、次の攻略目標ですが、まずはマーシャル沖ですね。で、お金は入ってきてるんですが、鉄は入ってきていないという状況に変わりはない。で、まあ、あまり無駄遣いはできませんというところです。で、技術開発。とはいえね、使えるときに使わなきゃいけないので、技術開発は入れていきましょう。で、物資援助はアルミ。鉄はちょっと今供与できないんだわ。アリューシャンは放っておいていいと思うんだけど、一応アリューシャンにもお金があるときに入れておきましょう。で、肝心の艦船ですが、まずは、前回ね、2隻の戦艦が沈められているので、甲斐大和川、大和型ですね。これを1隻作りましょう。どうする？そうだなぁ。ハリマ。で、残った鉄がないので、一旦このターンは終了。わぁ、本当に戦艦でよかったのかっていう。悔やむ気持ちが今更出てきてるけど、とりあえず航空機も作っておきます。一式の立候これを補充2機生産というとこですね。で、マーシャル沖は敵の艦隊は2個艦隊、これも完全に孤立してるので攻略を始めていきたいですね。で、中部太平洋はある程度揃ってはいるね。そしたら提督を乗せちゃいましょう。もう召喚にどんどんみんな上がってってもらいたいから。で、どんどんね、巡洋艦だったり、戦艦だったりっていうところにみんな乗ってってもらいたいんで。タモンさんも少将から中将ぐらいまでね、スッと登ってもらいたいですね。で、提督を潜水艦に全員乗せたら、中部太平洋から、まず第5艦隊。ちょっと待ってね。そうだね。第3艦隊はマーシャル沖に出して、第5艦隊もマーシャル沖に出して、15潜水艦隊もマーシャル沖に出してという感じかな。んで、南太平洋は一旦この戦力で防衛。もし攻められてもね。で、トラック沖に入っている戦力、これ、潜水艦隊だけなんで、これも一旦据え置いて、中部太平洋入れ替わりで敵艦隊が攻めてきた場合は、残っている第4艦隊で防衛。大丈夫だね。で、小笠原はどう？小笠原が今空っぽか。空っぽの小笠原には、第6艦隊だけ入れるの厳しいな。まあ、とりあえず、潜水艦隊として、第12艦隊を、増強して、小笠原に出そう。小笠原万万が一、陥落するってなると、だいぶ厳しいことになるので、そうならないように気をつけましょう、というとこですね。で、第14艦隊として、これを小笠原に出す。よし。マーシャル沖取りましょう。今回ね。敵の飛行場の位置は割れてるので、
これで行こう。日没と同時に出撃します。ちょっと待ってね。まずいな。思ったよりは沈められたけど、まあなんとか持ちこたえられたかな。あとは敵の艦隊の駆逐に入ろう。よし。味方被害確認します。味方は駆逐艦が2隻、戦艦が1隻。で、敵の方は、壊滅させましたね。第4、第5艦隊を壊滅させた。OK だ。よし。そしたらミッドウェイ攻略が可能になりましたね。ま、アリューシャンは敵の艦隊いる？いるねー。アリューシャン甘く見れないな。となると小笠原はやっぱり空っぽにはできないですね。ミッドウェイは？ミッドウェイは敵の艦隊溜まってるな。潜水艦隊まで嫌がる。となるとハワイに直接攻撃をかけた方がいいね。中部太平洋と小笠原には艦隊を貯めておいて、攻略はハワイへ一気に艦隊差し向けようというわけで、中部太平洋小笠原最低の戦力を残して、中部太平洋も残ってるね。そしたら、マーシャル攻略した艦隊傷ついているので、これを一旦2週間で日本近海に戻す。これでいいかな。で、南太平洋からハワイに攻略を仕掛けましょう。ここはもう潜水艦じゃないんだよな。従順クラスのものを作っておいて、砲撃戦と基地攻略両方できる状態にして、ハワイを一気に取ろう。いや、双楼型の構想が本当に完全にバカみたいな状態になってるけど、もうそれは一旦忘れよう。で、中部太平洋は大丈夫か？中部太平洋。この駆逐艦隊だけか。きついな。小笠原に関しては、潜水艦隊だけ。きついな。小笠原ちょっととりあえず航空機増強しよう。で、日本近海から南太平洋に出す。持てるその戦力すべてを持って南太平洋から攻略をしていかなきゃいけないですね。
51センチの主砲、大型ディーゼル機関の2。いずれも欲しい。やろう。がー、金がない。金がなさすぎる。マジかー。南太平洋に艦隊を集結させてるんで、この集結を待たなきゃいけないんだよね、今はね。さて、技術開発。兵器開発は、さっき入れられなかった大型ディーゼル機関の2。これを入れちゃおう。で、あとは忘れないうちに物資の援助。OK だね。で、南太平洋には艦隊を集めて、これは本当に一気に落とさないといけない。南太平洋から波状攻撃を仕掛けるために、すべての艦隊、海域の防衛を担う艦隊以外のすべての艦隊を南太平洋に集めていきます。で、あとは、艦船作っていきます。従順クラスですね。で、従順で、カバーをしていく。青葉型も2隻建造ですね。これで OK かな？新技術は航空対空レーダーに航空用の鋼材は、まあ、いらないかな。さあ、マーシャル沖で7000入ってきましたね。で、さらに西村さんが、召喚に上がっています。さあ、次の攻略目標、ズバリハワイ。では、こっから攻略を開始していきましょう。まずは、その前にやっておくべきことをやります。技術開発、ここぞとばかりに金を惜しまず投入。物資援助はアルミ。超活動はハワイ。うわ、ハワイ。ハワイ入ってないのか。このターンにこそ欲しかった。そしたら、ヤマトクラスの戦艦を作っていきましょう。大型ディーゼル機関が完成したら、海ヤマト2型を作っていきますけど、それまで、つなぎとしては、ヤマト型は、海ヤマトとして2隻さらに作っておいて、あとは、それに随伴する軽巡。これを、海ハリマ型。あとは、川内、ながらと。作っておきます。で、南太平洋艦隊の再編を行いましょう。まず第6艦隊、第7艦隊ですけど、第6と第10を合体させちゃいましょう。まずね。で、第7と第1も合体させる。で、第1と第10も合体だな。よし、OK だ。で、一旦送る。
伊豆が完成したね。これ大和型ではないですね。で、また技術開発を入れていきましょう。なんとかまずハワイに人当たりかけたいですよね。で、艦船はおそらくね、ハワイ攻略でまた大量の潜水艦が死滅していくと思うので、潜水艦を増強します、今回はね。で、潜水艦を増強したものを、まあ、一度ね、南太平洋から攻略かけていきますけども、ミッドウェイさえ攻略すれば、ミッドウェイからもね、艦隊、最短距離でハワイ投入できますから、まあ、そのあたりも、ハワイ攻略が長期化することもあると思うので、頭の中には入れておきます。で、あとは、やっぱり、戦艦なんですよね。敵の、基地をね、ガクッと食う戦艦。さあ、これでいいでしょう。では、ハワイ攻略、始めていきましょう。ハワイさえ取れれば、すべての元凶である。ハワイさえ取れれば、まずは了解了解了解敵の基地の場所は割れているので敵基地破壊に向かいます。敵基地を破壊して、まあ南にある2つのね、この基地を夜のうちに破壊できればでかい。本当にでかい。まあ、陸戦隊今回出ていないんで、それがね、攻略後厳しくなる可能性はあるんですが、まずはハワイを攻略するっていうのを最優先に、スピード重視で、揚陸艦なしで行きます。敵艦発見か。しょうがない。こっちの艦隊は、敵の攻略に当たってもらおう。一旦敵基地攻略を優先して、あとは潜水艦部隊に任せます。敵の艦隊はね。
まずは敵の飛行場1個は破壊ですね。もう1個の飛行場も破壊にかかります。潜水艦部隊はどうしてる？ちょっと動きが悪いね。戦艦部隊がしっかり敵の艦隊、あるいは基地を破壊し尽くしてくれれば OK なんだけど、一旦敵基地攻撃に切り替えよう。雨が降ってるうちになんとかね、敵の2つの飛行場を破壊し終えたい。敵の航空戦力が出てくる前に。よし。もう一つの敵の飛行場の破壊も終わった。そしたら一旦敵の艦隊の掃討に当たりましょう。よし、敵の潜水艦。これが出てこなければハワイなんとかなるかもしれない。敵の空母がいるな。いや、相当な戦力だよ、敵の方も。
さあ敵の空母に取り付こう。戦艦部隊は空母に取り付く。で第一艦隊は速度を上げて敵の基地攻撃に入る。第一艦隊は敵の基地攻撃。こいつだけちょっと動きが気になるな。よし、恵みの雨だぞ、恵みの雨。ヤマトの救援に向かう。ヤマトが一人戦艦を三隻も引きつけ上げてくれているおかげで、なんとかなってるんで。よし、第一艦隊は取って返して、ヤマトの救援だ。ヤマトが沈められた。まあ、しょうがないね。ただ、ハワイ攻略の条件は整ってるんで、これ、この機を逃さずに行こう。いやー、損害大きいけど、ここは何としても終わらせたい。これ以上の好機は多分ね、もうないと思うんですよね。
さあ、あとは各海域に駆逐艦を派遣して残っている敵の戦力がいないかを確認していきます。まかり間違ってどっかにいたりするとね、そのためだけに無駄に終わってしまうんで、そういうのを避けるために各海域に駆逐艦を派遣して、艦隊残ってないよねっていう確認です。いやー、ハワイ取りたい。何としてもハワイ取りたいよ。さあ、どっかにあとはいる。おお、取ったね。ハワイ取ったね。いやー、ちょっと興奮したな、ハワイは。敵第6、第9、第12、全部の艦隊、艦艇、これを全滅させましたね。いやー、ハワイ攻略できました。ハワイにはドックがあるんで、ハワイで傷ついた艦隊をまずは、修復しましょう。で、ミッドウェイとアリューシャンはもう完全に孤立したので、じりじりと追い詰めていけばいいかな。いや、ハワイ攻略。ありがとうございます。忘れないうちにですね、もう絶対に忘れちゃいけないんで、ハワイに飛行場を作ります。ハワイ。二つあればいいかな。まずはね、5週間。では、いい時間になりましたので、今回はここまでにさせていただいて、ハワイ攻略以上とさせていただきたいと思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。